このね、新しいカメラはね、食べ物を撮るっていうのができるんですよ。画面を変える。これですね、食べ物を撮るモード。あ、色合い、うん、自然な色合いで。ちょっと白くしちゃったね。実際より白く映ってますね。また今度気をつけましょう。覚えてますかね。シーン、いろんな場面、食べ物、色調、そうだな、あ、美味しそうになった。いいですね。もう覚えましたか。食べ物を撮る。オン。うん、シーンを選ぶ。ま、場面を変える。食べ物。色調、そうですね。ま、これでいいと思いますよね。OK。はい、行きますよ。うん、いいでしょう。なかなか新しいカメラって覚えるまでが大変だよね。次にね、よく私は自分の食べているところの姿を撮影するんですけど、それはセルフタイマーを使わないとできないわけですね。まあ、ここにね、セルフタイマーっていうのがありますからね。うん。設定ボタンに、セルフタイマー。オフ10秒、自分撮り10秒、まあこれで大丈夫ですね。構図をあらかじめ、まあ決めとかなくちゃいけないんです。まあモニターがね、反転しないんです。これはこういった価格帯のものでは仕方ないですよね。そうですね。少し下げますか。これで大丈夫そうです。じゃあね、こんな感じになってますけど。いきますよ。シャッターね。あ、トイさん、ちょっと失敗しましたね。スプーンから落っこった時にシャッターが切れました。
果たしてどうに映ったでしょうか。はい、次にね、まあ、クールピックス、まあ、W150 から、まあ、写真の転送です。まあ、これね、まあ、自動的にオンになりますって、まあ、書いてあることは書いてあるんだけど、まあ、ちょっとね、自動的にオンになりませんでした。なんで、手で押してオンにしました。で今の状態はニコントランスファー2っていう、まあ、転送ソフトを起動しています。そうすると、まあ、オンになるとここにクールピックスの W150 このアイコンが出て、まあ、撮影したものがですねこうやって並んでるわけです。そうですね、5枚まあ撮りました。で今度はね転送先っていうのがあるんですよ。転送元と転送先、これですね。そうすると G 転送先、これは USB のハードディスクです。この名前でね、まあ、転送日ですね、今日の日付が入ります。うん、なんかこれで良さそうですね。そんなんでここのところに転送開始ボタン、これを転送します。押します。早いですよ。あれそうですね、ここそうするとその上位のまあこの ViewNXI っていう、まあ、編集ソフトが起動するんですね。でもねこれ転送ソフトだけの仕様になると思います。このねビュー NXI はね、まあ、テロップを入れようとするとね、まあ3箇所から選びなさいなんですよね。任意の場所にテロップが入らないんですよ。まあしょうがないよね。まあ入らないものは入らないもんね。困りましたね。まあ、使えないんですね。こんな感じでいろいろとあるんですけどね。しょうがないよね。使えないんだもんね。うん。まあ、再びね、まあ、HD ライターの方でやります。まあ、転送さえ済んでればね、まあ、こんな感じで、まあ、持ってくることができますからね。